さあ、そう、せっかくだからちょっとレース行ってみようかな。ドスク、ダスク、サンセット、イブニング、アフタヌーン、デイライト。デイライトでいいか。逆走だね、これね。どうすかな、車ね、せっかくなんかいろんな車持ってるから、ちょっと乗ってみようかな。あんま速すぎる車乗ってさ、俺ちょっとついていけないんだけど。あ、でもこれ GR4 ってことはこれめちゃくちゃ速いんじゃない ?GR3 か NSX、GR4 だからさらにその1段階上って感じじゃない。あんま早すぎるとちょっと俺さ、そっかな、でもせっかくだからちょっと乗ってみっか。どうしようかな、とりあえずあのまあちょっとビギナーでいいかな。 H&R、 いやーやっぱかっこいいな BMW、 やっぱ BM にしかないオリジナリティっていうのがなんか溢れてるよね。他のメーカーでは絶対独自のオリジナル路線光るね、やっぱり。ちょっと久々のっていうか、録画して走んなくて久しぶり。逆走ちょっと難しいんだよね、まだあんまりコースをね覚えてないから。ちょっとまだドライビングラインをね引いた状態でいいかなっていう。慣れてきたらドライビングラインなしでコーンメーカーだけど、ちょっと今はねまだレーシングハードがいいから見てみて。あ、そこまで速くないな。さっきのブガッティちょっと乗ってしまったから多分大丈夫だな。まあ、ぶつけたりするとレースしないっていうので、あれが下がってしまう。いやこれ6の音楽だよね。丁寧にあんまぶつけないように、オンラインを意識し、いずれオンラインやりたいから練習しよう。見つけた。さっきだいぶタイムトライアルで練習したもん、覚えてると思うんですよ。ドライビングラインあると走りやすいよね。あ、失敗した。ダメだ。コーンを待ってるんじゃなかった。ドライビングラインだけではブレーキングポイントちょっと分かんないから、ちょっと難しい。丁寧。ここね、ブレーキングを送ると止まれない。この先は確か何か所くらい止まれない場所があったんですか。
じゃドライビングライン1本でブレーキングポイントとかも全部上がってたじゃん。ドライビングラインだけでブレーキングポイントが分からないから本を見ながらやる。ここだね、しっかりしっかりしっかり。コーン2つ見えたらブレーキングしっかり減速しながら、よしよしよし、じゃマックス200大体30とか30、さっきのベイヨンも300ない400キロじゃないんだよ。それはよしよし、お金貯めていこう。じゃあちょっとまずはね、オフラインでいろいろ練習していかないとさ、絶対今の俺のこのレベルでオンラインなんてやっても大迷惑かけるだけだと思うんだよね。ぶつかりまくって、ちょっともう一回行ってみるか。これのちょっとさ、いやでもせっかくだからもう一回練習したいな。さっきデイタイムだったからちょっとモーニング行ってみるか。どうすかな、同じ車、このトヨタのさ FT1 でしてみるか。でディフィカルティをちょっとこれ終わったら一回ちょっとシャワー浴びようかな。そういえば俺昨日大学から帰ってきても疲れててもすぐ布団の中に入って爆睡しちゃったからさ、シャワー入ってない、浴びてないっていうことに今気がついた。今日はもうこのまま起きたもん。ちょっとくらいはまあ 2,3 時間くらいは寝てもいいかもしれない。完全に中も目が覚めてしまう。これ終わったらちょっとやることやろう。ちょっともう一回練習、ひたすら練習ある。あ、こっちの方が早い。これは早いわ、270。ぶつけないぶつけない、俺のモットーはぶつけない。いややっぱ難しいなこれ、スパートマスいけるかな、ブレーキングとかでやっぱ進むしかない。こういうところでオーバーテイクしてるしかない。気持ちいいね、やっぱ朝確かここがあるので、ちだいぶスポーツの操作感になる。最初ねすごい慣れるまでだったんだけど、6全然違うよね車の挙動が。
回に分けて踏まないと ABS かかってタイヤがねロックしちゃうと止まれないんだよ。逆に余裕を持って2回踏んだ方が。あ、失敗した。ここいつも失敗するんだよな、俺。もっと早く踏んだ方がいい気持ち。ブレーキポイントがすごい難しい。早かったね、今回は。これさらに今回はもうちょっと早く回りました。いやー、ちょっともう一回走りたいな。ここで一回でしょ。もうちょっとスムーズに流れるな。このブレーキングが難しい。でも一応もらえるんだ。今回ね、こういうレースとかあんまりしないタイムトライアルとかだけしててもね、結構お金もらえたりして、なんかすごいいろんな楽しみ方ができていて、今までのシリーズはレースとか出ないとお金は稼げなかった。タイムトライアルでコースの練習してるだけでお金もらえる経験をしてる。早速やらかしてないか。ブレーキングは基本早めにしないとね。今回意識するポイントはブレーキングポイントを確実に抑える。調子のスピードをくらいブレーキングで余裕はあったのか。速度を見てるときはさ、もうちょっとねコンパクトに曲がりたい。もう一番で曲がり方がその後にコーナー3つか。これがまず1回でしょ。落とすんだフェラーリ。すいません、ぶつけました。オンラインをやってると思ったぶつけたりして楽しすぎると、ね、マナー悪いって言って入るサーバーがね制限されてしまったりするし、マナーよく走ってる人はマナーよく走ってる人同士でぶつけてるレースでセッション参加できたりする細かいのか。ちょっと集中していこう。あの喋ってるんだ。今回光の表面が綺麗だよね。ライトとかさ、テールランプ。ここね、しっかりブレーキングして、そうそうそう、今はブレーキングで止めて、もうちょっと滑り出してみよう。いや、でも下手に突っ込んでみよう。ここはもうちょっとコンパクトに。
しかないからさ、ある程度突っ込まないから。最後の最後にやらかした。ダメだね、やっぱもっと走り込まないと。まだまだだね。こんなに悪いのにベストラップなんだ。お金どんどん溜まってくからいいんだけど。いやちょっと一回リプレイで何が悪いかってちょっと反省するか。起きて最初のコーナーの直線は実際プレイするときはこの視点ではちょっとできないからプレイなんですけど、ここの外からしっかりインを取りたいんだけど、まあ車はここにいるから膨らみすぎだよね、これまずね。アンダー出てるし、あとここをもうちょっとストリームとか使って距離詰めながら、ちょっとこれはブレーキング早すぎたな。このね、コーナリングはすごい難しいんだよね。どうやって入るの？一回アウト出てからやっぱりイン入ってそのまま加速していくっていう感じ。ここでコーナーがさらに進んで、こうやってこうやってなかなか抜けないね。すごいなんか邪魔されてるよね。ここでさらに2つコーナーが続くのか。ちょっとコースを覚えないと頭叩き込まないとなかなか攻められない。ぶつけた、はい、ぶつけた。なるほどな。そっか。
ず進路を変えられると予測して避けられない。ちょちょちょイエローカード出たよね今ね。え、オフドライブ？これ難しいな、ぶつけないように走る。分かってんだけどすごい意識はしてんだけどさ、ぶつけないように。オーバーテイクしようと思うとさ、進めないといけない。すごいマイレージを見るためって。
まあ、一回ちょっとあれかな、あんま録画時間長くなりすぎても、これこうやってどういう風になるかな、4位みたいな感じだ。ああ、1位取らないとマークつかないって感じか。まあ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 、今日は一回ここら辺かな。ウィローとかも追加されたのか。